よろしいございますかね準備万端おはようございますただいまから決算特別委員会第二分科会を開会いたします本日は都市計画局の審査を行います、えー、それでは質疑のある方は挙手お願いいたしますしばらくお待ちくださいよろしいですかはい、えー、ここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます天方委員 久保田委員、江村委員、橋村委員、樋口委員、大道委員、小島委員、宇佐美委員、豊田委員、鈴木委員、国本委員、道畑委員、鎌野委員、川島委員、平山貴男委員、川井委員、中村委員、倉田委員、通告漏れの方おられませんか。大丈夫なようですね。はい、では順次発言を許します。天方委員どうぞ。 はい、えー、よろしくお願いしますえー、っと、私の方からは、えー、落差江口勝良一貫プロジェクトの進捗について、えー、お尋ねをしたいと思います、えー、これにつきましては、えー、まずうもう建設局のですね開かずの踏切対策事業という名のもとに 京都市としての事業で国からほとんどのお金をいただきです、ね、そして6年7年かけて約250億円ほどの金額でですね高価にしたとそしてそれは専門的にできる業者でないといけないので。 え阪急のグループ会社が請け負ってですね高架にしたということでございますそしてその高架下それによってですね高架下という空間ができその利用について包括的連携協定を結んで高架下は阪急の持ち物であるけれども 地域住民、西京区民、広くは京都市民の有益になるような、そういうことを担えるようなものにしてほしいというようなことも含めて、ですね民間事業者である阪急と市長がお話をされて、そして、降下した利用について進めてきたというふうに認識をしております。その中 約2.2キロ高架にしたわけでございますけれどもその下の部分使える部分の15%につきましてはこの度、えー、子育て環境施設としてですね、えー、事業者も決まったとお聞きをしておりますけれどもおその部分15%につきましては京都市が ある意味家賃を払わずにですね使わせてもらってするということでございますしかしそのほとんどは阪急がやられるというようなことでえ地域住民の皆さんも含めてえ何か阪急の高架下はですねえ京都市が全部やるんだというような印象でもって、えー 思っておられる方もおられるというふうに思いますけれども、その辺について、今までの経過も含めて、ですねどのように京都市が包括協定を結んでやってこられたかをお尋ねをしたいと思いますえ梅沢町再生創造推進市長。 はいいありがとうございます、えー、落差口葛城管プロジェクトについてでございます。今あの、天方委員からもご紹介がありましたように、えー、こちらの方は、えー、立体高坂事業で生み出される高架下の約1キロぐらいの距離になりますが、そちらについて、阪急電鉄ともに、えー 普通ですとこう今まで高架下という暗いイメージだったんですがそこを賑わいのあるまちづくりにしようとそしてそれが歩いて楽しいまちづくりまた西京区全体の活性化につなげていこうということでえこれまでともにえ取り組んできている事業でございますえこちらの方のえ当初からですねえ市民の皆様とともに進める事業ということで、えー あの整備にあたっても高架下をどのような形で整備していこうかということにつきましても、市民意見をえ最大限取り入れようということで、平成28年度にはえ西京区役所、そして落斎市などが中心になっていただきまして、ワークショップ、アンケートなどをえ実施していただきました、約314件のご意見をいただいたというところでございます。そしてまあそれを踏まえまして、高架下全体をえ整備のコンセプトということで、大きく5つ、え。ー ございます地域交流子育て文化観光そして健康防災ということで、えー、こちらの方をテーマにですね、えー、整備していこうということで29年の8月にはその整備計画概要を取りまとめてきたというところで、えー、この高架た全体をですね、えー、について 京都市と阪急がともに力を合わせてやっていこうということで、協調でやってきている事業でございます、まあ。京都市が使えるのはあくまでそのうちの15%ということではございますが、高架下全体を今申しましたような形で、地域全体の発展につながるような形で、阪急とともに取り組んでいくということでやらせていただいて、やらせていただいているところでございます。天、はい、今、ご答弁いただきましたように、高架下の利用については、 平成28年度にですねまでお話をいただいた今も引き続きお話をいただきながらそしてその当時にいわゆるイメージですね地域交流とか子育てとか文化防災とそういう視点でもって広く京都市民全体について ある意味民間事業者でございますけれども公的な部分を担ってもらうようにそのイメージの中で店舗作り場所作りをしていくということでお話をしていただいてそして今その流れにあるわけでございます。阪急さんがですね落差口駅の駅のの部分に大工事を およそ1年前に完了されていわゆるついで街やそして喫茶店や夜の食事ができるというようなところでいわゆるにぎわい施設の1期工事におけるにぎわい施設を作られたわけでございますしかし高架下を見渡してみますとまだおそらく2期工事以降ですね えー、たくさんの先ほど述べましたイメージの中で施設が作られていくというわけでございます。えー、今までも阪急の高架化をしようという場合について建設局がまず高架にする事業について説明会をするなどしてですね住民の皆さんとある意味工事期間中はご迷惑をおかけをするし環境変化もあるということで当時 えー、鉄道が電車が走る高さどの程度になるんだということで鉄パイプのですね、えー、それを組んで足場で使用しはるような雰囲気ですねあれで、えー、ある一定の,この高さをですね作ってこういうふうになりますよというようなことで住民の皆さんにもご説明をいただくというようなまあ経緯の中で。 効果を作ったわけでございますそして、えー、もちろん京都市の開かずの踏切対策事業の中で硬化をすると踏切を取っていろいろ利用がしやすいように車の渋滞が起こらないようにということでございますけれども、まあ、京都市が効果を作ったとそして結果的に硬下したができた。 しかし高架下は阪急の持ち物だからということでございますがその経緯の中で民間事業者でございますけれども阪急さんは精あ精一杯地域住民に今後も第二期工事は工事をされていく予定でございますからご配慮をいただいてそして今までの経緯をですね知りながらしっかりと 住民の皆さんいわゆる周辺は古くは阪急さんが住宅を開発をされて我々住まいするものからしますと阪急住宅阪急住宅ということでその阪急の西側そして桂高校の東側にある桂高校の東側ここも阪急住宅でございますからやはり 民間事業者でございますけれども、阪急さんが今度はしっかりとお住民の皆さんと一緒にやっていく、そういう姿勢を持っていただくように、包括協定の中で、本市はある意味、交渉を引き続きしていっていただきたいと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。目指し長 はい、今、天方委員からありましたように、我々といたしましても、これは阪急電鉄も思いは同じかというふうに考えておりますが、この事業、先ほども申しましたとおり、市民の皆様とともに進めるということで、地域の方、そして市民の皆様の,このご理解、ご協力があってこそというふうに考えております。 これまでからも徹底した市民目線で取り組んできておりますけれども、今後もですねあの我々が作る公共施設部分、これがまあ,あ,のある意味、第2期の部分も含め、中核的な施設として、その役割を担っていくというようにも思っておりますし、そういった中で,ですね広くやはり、この高架下のことをですね市民の皆様、地域の皆様に知っていただけるように、われ我々もしっかり取り組んでいきたいと思います。またあの今般指定管理者も 新たたに決まりまりしたそうした中でも、えー、そちらの中での広報ということも、えー、提案をいただいているところでございますので、そういったところの阪急伝説も含,含めてです、ね、しっかりとこの西区全体の活性化につながるまちづくりとなるようです、ね、これからも取り組んでいきたい、このように考えております甘方委員、はいまああの。しつこいようですけれども、包括協定の中で、まあ、あたかも阪急の 下の高架下,下の部分京都市がやらはるんやというようなあのイメージをお持ちになられるぐらい、まあ、本市は、まあ、西京区役所も含めてですね矢面に立ってある意味地域住民の方々と連絡し合いながらそしていろんなお考えをお持ちの方もおられる中で に立ちながらやってきた本来は阪急さんが住民対策地域対策をしてもらわなあかんという部分ある意味京都市がやってきたというようなふうに私は思ってますのでまあ阪急の、まあ、あ担当者の方もですねその辺をしっかりと本当の意味で理解をしていただいてまああの ちょっと雑談で,ですねあの地域の方長年にわたって工事などでも迷惑をかけたしそして本当に近いところに近いある意味住民さんは利用者にもなるわけですからその方々からああなるほどないい施設だなと思ってもらえるような施設でないと広く遠くから周辺から来ていただけるような施設にならないわけですから。 いや我々は阪急だからというようなある意味、まあ、上から目線でですねあの物事を考えておられるとなかなか今後、えー、本当にその高化したにぎわいをしっかり作ってですねそして住民の皆さんと一緒にやれるかということについてなかなかしんどいんじゃないかなというふうに思います。それは阪急さんに限らず まあ、大手のですねそして今は若い世代の方がご活躍をされているたくさんの方がそのおー課長なりでおられるいうのも今の民間事業者のそれですけれども我々は阪急だと我々はブランド会社だというような意識の中でやっておられて結果として本当に分かってはるんだろうかというようなことにならないようにですね さらに京都市といたしましては、しっかりと私は、の私の立場で言う,言うてますので、京都市はある意味仲良く、ですねある意味住民の皆さん、広くは京都市民の要望にかなったものを阪急と調整し合いながらやっていただきたいと思いますけれども、改めてお尋ねをしたいと思います目指し長。はいあのー こ,こちらの事業ですね、本当にこの,この高架下が、えー、市民の皆様、地域の皆様にです、ね、本当に愛され、親しまれる空間と。 なしてていくこととが何よりり重要と考えておりますあの今、天方委員からありましたようなご指摘も踏まえまして、我々あの地域の役員会にも継続的にまあ阪急電鉄も参加して、話を伺っておりますけれども、そういったところで認識のずれがあるというようなことがあっては決してならないというふうに思っておりますので、京都市としても、もしそういうことがありましたら、しっかりと阪急電鉄に対して、同じ目線に立って取り組みをこれからもしっかりとやっていきたい、このように考えております。 地域住民の方がです、ね、今は阪急住宅連絡協議会と、特に阪急よりも西側の地域の方がです、ね、そして自治会世帯加入率も非常に高いところでございますけれども、もう,もう過ぎましたけれども。 宿泊施設を阪急が展開をしたいというようなお話もございましたその中でそれも含めて効果したどういうものが必要かということについて当時アンケート調査もされたというふうに思います私、えー、いろいろと意見もそれ見させていただきましたけれどもその回答率が非常に高かった私はあの効果にするときにですね 周辺の方はやはり被害があるというようなことで意識をされていて少し離れれば無関心だなというふうに当時思いましたしかし実は言いますと高架下の利用についてはアンケートを取った結果いろいろなまあご意見があったということであ皆さん少し その線路から離れてもやはりいろいろ思いになっておられるんだなそしてその中である意味辛抱もされてきた中で初めて宿泊施設については反対というようなことを表明をされたということでそのアンケートの調査結果には私も勉強になるところがあったというふうに思いますけれども。 そういうふうにして地域住民の方が京都市と関わり合いを持ちながらそして阪急と関わり合いを持ちながら今後も第二期工事以下その高架下がにぎわい施設ができるとそしてそれは生活環境を守っていってもらわなければならないということでございますから阪急さんには改めてしっかりと自分たちの工事だけを考えるのでなくてそのにぎわいが作られる。 そして作られると地域住民の生活も穏やかに暮らせないという反比例するところがありますからしっかりと阪急さんの方で意識をしていただいて京都市も調整役としてやっていただきたいと思いますのでお願いをしたいと思いますちょっとしつこく言いましてすみませんでしたよろしくお願いしますえ続いてですねえっとセーフティネット住宅供給促進 モデル事業についてお尋ねをしたいと思います。えっとこれについて少しえっと概要で結構でございますのでおお教えをいただきたいと思います。平松住宅市長。 はいセーフティネット住宅供給促進モデル事業ということで、この事業概要でございますけれども、国の制度に基づきまして、定額所得者や高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録受付、これと登録いただいた住宅へのバリアフリーなどの回収費補助、および家賃補助など、 これを試行的に実施していいるものでございますなお、えー、登録受付は平成29年10月から、えー、補助につきましては平成30年から実施をしているものでございます甘方委員このセーフティーネット住宅について、えー、登録業者をまあ求めていく、登録していくわけでございますけれども、 まあ始まったところということでございますがえそもそもえっと京都市は健やか住宅ネットということでこの取り組みもえ国に先んじた形でやっていただいていると思いますがこことのまあ関連性についてえお尋ねをしたいと思います。平松市長 はいえー、スコアが住宅ネットということで、えー、これにつきましては、えー、平成24年9月にですね 不動産関係団体福祉関係団体などとともに設立いたしました京都市居住支援協議会これが通称名で健屋が住宅ネットと申しておりますけれどもこれにおきまして官民連携によります本市独自の取り組みとしまして高齢であることを理由に入居を拒まない民間賃貸住宅を健屋が賃貸住宅として登録する制度を国のご紹介 国のセーフ,セーフティネット住宅制度に先駆けて実施をしております。これにつきましては、セーフティーネット住宅,ト住宅制度とは異なりまして、面積などの登録要件は一切なくて、現在約5000戸に登録をいただいているところでございます。天セーフティネットを 住宅の方はですね、まあ、始まったところで、まあ、これはまあ国の制度の中で、まあ、国にも補助金を入れていただきながら使っていける制度ですから、それもちろん広めていただかないとあかんというふうに思います。で、健やか住宅ネットにつきましては、えー、お年寄りをーセーフティーネットの網の中で、お年寄りについて、 しっかりと住まいを提供していこうとで今聞いてますと5000件の登録業者があるということで京都市の方も平成24年9月から頑張っていただいているというふうに思っておりますまあ、これについては、えー、原則65歳以上の一人暮らしなどで見守りの支援を必要とするような方についても そういうサービスを提供するような形でやっていただいているということで、まあ、広く安心して京都市で年を重ねても暮らしていけるということで、京都市の都市格をまあ上げる、その部分についてもいいんでないかというふうに私は思っているところでございます。そしてこの住宅セーフティーネット おということでセーフティーネットという言葉でございますけれども、この住宅に入居できる方についてはどういう方を想定をしているのかをお尋ねをしたいと思います。平松市長。はい、えー。これはあの国のセーフティーネット住宅でよろしいでしょうか。はい。えー、これにつきましては。えー えー、申し上げたとおり、えー、住宅確保要配慮者ということで、法律に記載されておりますのは、定、えー、額所得者、えー、被災者、高齢者、えー、障害者、子育て世帯などというふうになっております<形>はいですし、今あ、お答えいただきましたけれども、住宅確保要配慮者,配慮者ということで、定額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯。 外国人世帯などというようなことでございますからこのごろ外国の方も京都市にお住まいになっておられる方もおられますしやはりまあ引き続きの課題でございますけれども障害のある方もなかなか入居が難しいというようなことでございますからこの制度を利用していただいて、えー、まず周知を始まったところでございますから周知をしていただいて 利用をしていただ、けるようにお願いいいをしたたと思いますただ、えー、とこの、まあ、始まったところでございますけれども、なかなかあ国の方でも、えー、この制度についての登録業者、なかなか、えー、募るわけでございますけれども、課題があるというふうにお聞きをしております。まああまあ、いわゆるう 住宅整備補助とか低所得者に対する家賃補助ということでセーフティーネット住宅を広めていくわけでございますけれども登録をされる家主さんや不動産仲介屋さんからしますと少しその補助金をもらっていく上で いろいろとまあ課題があるというようなこともおっしゃっている業者がおられるというふうに思いますけれども、その辺についてお尋ねをしたいと思います。平松市長 はい、その回収費、家賃等の補助に関することでございますけれども、この回収費補助に関しましては、補助を受けますと、向こう10年間、これは住宅確保用廃炉者以外に貸し出すことができないという、そういったリスクを抱えることになりますので、そういったことも一因であろうか、一因で伸びないのではないかというふうに考えておるところでございます。 はいまあ、最後に確認しておきますけれどもこのまあいわゆるあの、えー、国からや本市から、まあ、あの補助を受けない、えー、単なるいやあの回収とか家賃補助を受ける際に補助金をいただかない場合については業者として 登録が可能かどうかをまお尋ねをして終わりたいと思います平松市長はい。この制度でございますけどもまず登録がございます登録いただいてでその登録いただいた住宅のうちオーナー等が必要であれば申請をいただいた上で補助をするとそういった制度でございますので補助を受ける受けないは関係なしに登録はしていただけるという制度になっておりますよろしいですかはい 進行いたします久保大委員どうぞはい、えー、よろしくお願いをいたします、えー、私からはですね、えー、まず、えー、空き家の対策について、えー、少しお伺いをさせていただきたいというふうに思います 30年度においてもですね市民の命と暮らしの安全そして安心を守るまちづくりに取り組んでいただいていると認識をしておりまして感謝をしておりますそんな中ですね30年度において空き家の個数、状態、受給状況に関する実態調査をですね実施いただいたというふうに思うんですけれどもまずですねその結果であったりとかそのご見解について改めて お伺いできますでしょうか上田市長はい、えー、昨年度を取り組みましたアキアの実態調査についてのお尋ねでございます、えー こちらのほう、えー、各市全域をです、ねえー、ある程度網羅できるような形で各業績ごとに均等化も検討し,しまして26の学区で調査をいたしました、えー、それで、まあ、昨年やった中でちょっと細かい数字が今すぐ出てこないんですが、えー、空き家の数ですねその前に26年度に調査をしているんですけれども えとそちらに比べるとお空き家数があ減少しているということがございましたただ、まああのー、それにつきましても、まあ、今の,おこの経済状況、まあ、観光需要等々ございますので、えー、我々としてはこれあのもともとやる調査の目的というのがございますけれども、えー、今回、あのー、昨年度有識者会議で、まあ、空き家対策をどうしていくのかということでのお調査の資料にする調査ということで、えー、やりましたが、まあ、空き 数は減少しているが、けれどもそういう人口減少なども見せたときに、えー、さらに空き家対策については取り組んでいく必要があろうというようなことで、えー、考えております。まああのー、細かい、えー、この調査の結果につきましては、ですねまた、あのー、地域にフィードバックして、また、えー、そういう地域の取り組みに生かしていけるように、えー、取り組んでいきたいと考えております。ね、えー、昨年度26学で2件の 空き家数を確認しているとただ、えー、先ほど言いました26年と、えー、30年で、えー、やってる重なっている額が20学区になりますので、そこでいきますと、えー、差が減っているのが468件というような形になっているということでございます。以上でございます はいえー、ありがとうございますあのちなみにです、ねあの、その中でその流通に乗っていない空き家だったりその活用されていない空き家の個数であったりとかです、ね、あの適正の、まあ、管理対策についてその管理不全の空き家の個数などのそういうい把握状況などはあのいかがでしょうか、あの少しあのお伺いできればと思うんですが。目指し長 えとこちらの、あのー、空き家の外観調査ということになりますので、あのー、それが、えー、流通に乗っているかどうかといったようなところで、ちょっと、えー、把握できていないということで、ご容赦をいただきたいというふうに思います。それとですね、えー、不良度の関係なんですけれども、えー、全体的に、えー、っとですね、えー すます今すぐにちょっとあの細かい数字が出てきませんので、えー、後ほどちょっと調べてご,ご答弁させていただきます。熊田委員はい、えー、ありがとうございます。あのそれにつきましてまた後、えー、ほどあのお伺いできればと思いますありがとうございます。えー、少しですねあの事務事業評価表などを拝見させていただいているとですねあのこの事業のですねあの目的の部分でですねあのまあ 要は空き家を眠っているまちづくりの資源というふうに捉えてです、ね、地域のコミュニティの活性化という部分を目指していくということをこの推進事業の中の目的に記載をされているんですけれども実際にこの空き家を資源と捉えられた時にですねこの資源を まあどのようにですねまあ活用していくのか、そういうものをですねあの本師としてそのグランドデザインという部分、何かあのお持ちなのであれば、そういう部分、お伺いできればなというふうに思っております。 はいあの今委員から、えー、ご指摘がありました通り、えー、我々京都市この空き家対策を進める上での一つの大きなところが空き家を単なる、えー、厄介物というとちょっと語弊ありますがあのと捉えるんではなくて町の資源としてこれを活用していこうというところが <laughs>、えー、メインに置いておりますそうした中でですね、えーえー、今年8月に抜本的な空き家対策という形で取りまとめた、えー、ところなんですけれどもその中で、えー、いわゆるうどういう 活用が望ましいのかということはま,あ、えー、まずはやはりもともと住宅ですんで住宅で使うのが第一義的には一番いいだろうとただ今後空き家が増え続ける中ではさまざまな活用が求められてくるという形になりますねそういった時にも例えばえ人口の流入につながるような形での活用例えば働く場ですとかえそういう 居場所づくりというような形で,です、ね、人がこう、えー、その地域に住みたいと思っていただけるようなです、ね、そういったものにしていくのがいいのではないかいいということになっております、ただそれを進めるにあたってもやはり活用にあたっての大前提が地域との調和という形で民泊問題などが特に言われておりますけれどもそういったときにこの地域の思いをどのような形で反映させてや,やっていくのかというところをしっかり取り組んでいく必要があろうとこのように考えているところでございます。熊田委員はい あありがとうございますのこの空き家の問題についてはですねあののもちろんこ京都市だけではなくてあのやっぱり全国的にもいろいろと問題、課題などあの意識を持ってあの取り組んでいる状態であるかと思いますのであのこの空き家をですね眠っているこのまちくの資源としてですねしっかりとあのより一層活用していただきあのより良いあのの京都市につながっていくようにですね引き続きお願いをしたいというに思っております。 そしてですね。あの次にあのの質問にちょっと移らせていただきたいと思うんですが、あの合わせてその京町家のあの、ちょっと保全について、少しあのお伺いをさせていただきたいなというふうに思っております。 えー、先日のですねその代表質問においてもですね、えー、高谷の、えー、議員からもですね少しその京町屋の質問などいろいろとその問題提起などもあ,のあったかと思うんですけれどもあの、まあ、要は耐震耐火構造を施したりとか残すとするですね、まあ、京都市の基本施策を、まあ、本格的に実施するとすればですね、まあ、その4万戸すべての京町屋を整備すれば4000億、まあ、半額を行政負担としたとしてもです、ねまあ、2000億以上。 まあ歳出が必要であるというふうな課題、問題の提起などもありました。 まその答弁の中で、ですねその鈴木副市長の答弁の中で、そのまあ安心してその京町屋に住んでいただくことっていうのは、やはり大切であるという答弁もあり、あのその部分はあのもちろん私もあのそういうふうに思うところもあります。ただ、ですねあの限られたこの予算の中で、やはりその行政負担には限界があるというふうに感じる部分も、あのその一方、思っているところであります。このじあのあ このですねこの事務事業評価表のですねこの京町屋の保全あの実際にこの継承推進事業のこの評価表などをちょっと拝見させていただいてもですねこの年間のまあ、この京都市の年間の負担経費についてもあの各3年などを振り返ってもですねあの毎年、まあ 右肩に増加傾向があり、まあ、この令和元年の,この予算の部分に関しましてもより増えているというところもあってです、ねまあ、実際にこの改めて京町屋の今後のまあついてのまあお考えであったりとか、まあ、その負担経費の増加についてのご見解など少しあのお伺いができればというふうふに思うんですがあのいかがでしょうか。 高橋町再生創造推進室都市づくり企画担当部長、はい、お答えいたします、えー、京町屋につきましては、まあ、京都のです、ね、景観それから生活文化の象徴というふうに、えー、我々考えておりまして、えー、保全継承を進めているところでございますでこれまでもです、ね、平成、まあ、12年の頃に、まあ、京町屋再生プランというのを作成してさまざま取り組みを行ってきましたが、まあ、さらにです、ね、取り組みを強化していくために平成29年にです、ね、条例を策定して でえー、それから条例に基づいて指定した京町屋に対する助成制度の創設とかそういったことをしているところでございます。でまあ、今はです、ね、そうやって取り組みを強化している段階ですので予算規模については上がっていっている状況でございますけれどもあの一定ですね、えー ある程度、指定が落ち着けば予算規模についても落ち着くものというふうに考えております。また、この事業はですね宿泊税の活用もしておりまして市民の税金の負担だけではなくて広く観光客の負担等も活用しながら改修助成等を進めているところでございます。以上です答え ありがとうございます。えー、このまあ、京町屋のもちろんあのー、住みたいと思う方々含めてですね、あのー、まあその京町屋の保全もあのー、しっかりとあのー、適正に、えー、推進をしていただきながらですね、その予算あのー、まあこの 大切な税金を使う分に関しましてはしっかりと検討しながら進めていただければというふうに思っておりますちょっと時間も限られておりますので次の質問に移らせていただきたいと思いますが市営住宅に関してのことを少しご質問させていただきたいという,ふうに思います。市営住住、ね、住宅宅宅の項目ののででですすねね管管理理項目中運営 えー、というあの部分があるかと思いますが、まあ、その,あの30年度の決算額として、約41億の計上がありましたが、えー、まずです、ね、この管理運営っていう部分に関しての具体的なその内容について、えー、少しあの改めて教えていた平松住宅市長。 えー、平成30年度41億円、えー、市営住宅の管理・運営費、えー、の内訳に関してでございますけれども、えー、ご紹介いただきましたとおり、えー、予算は42億円でございましたが、決算では41億円と紹介して、えー、を。えー 執行してとこの主な内訳でございますけれども、外壁給水管改修、エレベーターの更新など、計画的に実施が必要な修繕のほか、災害時の緊急的な修繕、建物の基礎部分や消火設備など、市が負担すべき箇所の修繕費用として約 15, 万円約15億円。 また、電気設備など、建物の保守管理、樹木の剪定、街灯の電気代など、住宅を維持するための費用として約8億円、そして空き家を公募するにあたりまして、空き家整備ということで、重工整備しておりますけれども、その経費として約8億円と、まあ、主なものとしてそういったものがありますけれども、約2万3000戸の管理に必要な経費を執行しているところでございます。川田委員 ありがとうございます、えー、私の地元のですねあの伏見区におきましてもあの色いろいろとあの支援住宅などあの伺う機会とかもあるんですがちょっとあの今あの個別で要望なども進めている中でですねあのいろいろとそのまあ、管理まあ運営などあのまあ本当にですねこの支援住宅っていうのはあのいろいろとあのまあ多くあのございますのであの まあ、優先順位をつけながらあの答えをいただいているというあの認識を私もしてはいるんですけれどもあの、まあ、そこに住むあの方々があの住みやすいそしてあの、まあ、住み続けたいと思えるような、まあ、そういうような管理運営をです、ね、あの引き続きしていただけるように意見を要望させていただきたいというふうに思います。 でこちらもですねこの事務,事務事業評価事事務事業評価表の中でですねあのまあ、目標達成度の中でその入居個数という部分のあのところの実績値少し拝見させていただいているとです、ね、やはりあの年々このあのあ減ってきている状態にあるんですが。この 実際にこの入居戸数が減少している状況の,ですねあの部分についてのご見解とですねまあ今後、ああどういうふうにあの考えていらっしゃるかという今後の展望なども含めて少しお伺いできればと思いますがいかかがでしょうか平松市,長、はい、市営住宅、入居者の減少に関してでございますけれども建物等の老朽化ですとか立地の偏在などによりまして公募に対する応募数が低下傾向にございます。 募募してもも応のないい団地実際ござますこうした傾向を踏まえまして昨年度、本市住宅審議会からは公営住宅の管理個数を現状程度にとどめるとしてきたこれまでの方針から社会情勢の変化を見据えた適正な管理個数及び供給個数を確保する方向に方針を転換していくことが求められると。 えー、そういった答申を受けております、えー、これを踏まえまして、今後、公募状況を見ながらでございますけれども、適正な管理個数、えー、および供給個数について精査をしてまいりたいと、そのように考えております委員はいありがとうございます。 今あの、少しあのご答弁いただいたようにいろいろとあの、まあ、この市営住宅についてもあの取り組んでいただいている本当に真っ最中だと思いますし、まあ、その適正化であったりとかあとその、まあ、修繕改善あの改修などを踏まえてです、ねまあ、どこまでその一つ一つの 重0に対して、えー、予算をかけて直すとまあ、入居するのかなど、あのそこにあの正しい正解はないかと思いますので、あのまあ、しっかりとそこの部分あの今考えていただいている最中ではあるかと思いますが、引き続きその部分あの合わせてお願いできればと思いますで、ちょっともう時間がありませんので、ちょっと1点だけちょっと話は飛んでしまうんですが。あの？ お伺いだけ一点できればと思うんですがこの今、京都市においてですねあの、まあ、その渋滞状況を少しだけお伺いしたいんですけれどもその、まあ、局としてですねこの今、いろいろと渋滞などもあるかとは思うんですがこの京都市の,その渋滞状況の把握という部分についてあのちょっとどのようにあの局としてされているのかという部分を少しあのお伺いできればと思うんですがそちょっとこちらを最後の質問として終わらせていただきたいと思います。 ミシュ歩く町京都推進出張はいあの渋滞についてのお尋ねでございますあのの渋滞べてのデータを持っているわけではございませんので、えー、明確に答えることは難しいんですけれども、あの言えますことは、京都市内に走っている自動車の交通量自体は、えー、平成22年度と比較しても8%減ってきているという状況ございます。 またあの市民の方々が日々の生活の中で自動車をあの利用される分担率というものもかつて28%ございましたが22%まで落ちているということで自動車マイカーの利用率は確実に減ってきておりますであの観光地の対策などで嵐山でいろいろと渋滞庁などを測っておりますけれどもここも劇的に渋滞庁減ってきているということで渋滞がないとは言いませんが。 あのかつての状況よりも随分改善されてきているのではないかと。こういうふうに認識をいたしているところでございます。以上です。えー、京都議員すいません。先ほど梅田出張の報告を確認したいと思います。よろしいですか？梅田市長はい、申し訳ございませんでした。えー、と、先ほどの調査の結果ですけれども、えっ、ー、と。えー 3802件のうち、かなり小規模な修繕対応のものも含めてましてですけれども、何らかの管理不全があるものというものにつきましては、全体の2197件という数字になっております鈴木局長。先ほどの渋滞の関係でございます、確かに減っているのは事実でございますが、やはり縦動線、JR を含めます、超える部分等は一定の渋滞が起こっているということで、今、京都国土交通事務所等でいろんな対策をやっていただいているところでございます。 はい、えー、進行いたします。エムライン、エムラインどうぞ。ありがとうございます。ではあの私からはまず。 えー、職員派遣のことについて伺っていきたいと思います。のまず、今京都市が行っている職員派遣というのは、ま1、あ、つはあの国への派遣というのがあって、まあ、これはその一部先方でもあの費用負担していただいて、あのまあ相互派遣をしているような案件もあろうかと思います。あと、あの公益法人への派遣。 まあこれはあの一律芸大とかあの病院とかに派遣をされてあとはまあ大きいのがその外郭団体への派遣でしてであのまああの関西広域連合のまあ一部、あて職などもあるので必ずしもすべての,あの職員派遣がなかなか縮小の方向に持っていくというのは難しいですけれどもおおむねその職員派遣あの全体で言いますと特にあのまあ行財政局を筆頭としてそのまああの外郭団体への職員派遣の見直しというのはあのこれまでも あの取り組んでこられていることと思います。で、その全体としてはその直近の六年間であの六十名ほどあの出向職員派遣の削減を、えー、されてきているというところでして、でその中で。 あの都市計画局さんの、えー、管轄で言いますと、特にその京都市住宅供給公社への,あの職員派遣が、えーまあ、人数で言いますとあの20名ということで、あのまあ、目立って多いというところがございます、でまずここの,その、えー、京都市住宅供給公社さんへの,あの,、まあ数年のまあ、ここ数年の職員派遣の変遷について教えていただけますでしょうか。 えー、畑都市企画部長、はいえー、京都市住宅供給公社の職員の派遣でございますけれどもあの、かつて市営住宅を管理することを目的に、 本市職員を派遣して設立した住宅サービス公社を統合した経過もございまして、かつては60名ほどの派遣職員がおったところですけれども、その後、外郭団体の見直し等も踏まえまして、段階的に職員を引き上げてございます。最近で言いますと、都プラン後期実施計画の中で掲げられている定員管理計画に基づきまして、住宅供給公社については、平成32年度までに7名の職員を削減する計画を 計画を持っておりまして、現時点でえすでにその計画は達成しているところでございます。江村委員はい、いまあ、あの少しずつあの減らしてきておられるということでで、そのまあ、具体的にですね。今、あの派遣されているあのまあ、20名の職員さんっていうのが、そのまあ、どういった業務に携わっておられるのか、このこれについても確認をさせていただきたいと思います。片部長 はい、現在、20名派遣のうち、いわゆる総務部門、全体の統括をする部門に3名、市営住宅の管理を担当する住宅管理部に17名、まあ、さらにその17名のうち14名は技術職員でございます。江村委員 はいまあ、今あのご説明をいただいてであのまあ資料もちょっと言っていただいたんですけれどもそのまああの部長さんクラスとかあと赤長さんクラスも含めてあのかなりこうまあ中枢核に,になっておられるお立場の方もあの多いかと思いますでまあこれだけの方があの携わっておられる中で、まあ、本来であればそのあのまあ供給公社さんの方であで雇われるのがまあ本来の筋かと思うんですけれども、まあ、こ,のこれについてはあの 京都市の見解としてはいかがでしょうか。畑部長。ただいま申し上げましたとおり、総理総務部門等に派遣している職員については、委員からもご紹介ございましたとおり、管理統括部門への派遣が中心でございます。数が多い主な部分につきましては技術職員でございまして、これは市営住宅の維持管理を管理代行というあの手法で、 住宅供給公社になっていただいている関係で、まあ、一定の品質の確保を保持する観点から、現時点では、えー、本市職員の関与が必要だという判断のもと、えー、この程度の職員を配置しているところでございます。ムラインそのまあ あのまあ本来であればこの人件費の部分っていうのは供給公社さんの方に今これこれだけのあの業務をあのまあご貢献されているのであればあの供給公社さんの方に人件費を持っていただくべきだと思いますけれどもこのことについてはいかがでしょうか。畑部長、えー、市営住宅の管理を代行してございましてそのための委託料を払っているところでございます。本市派遣職員の人件費につきましてもその市営住宅の管理に必要な経費ということで委託料の中から負担しているところでございます。 इरि あのまあ、今後はやっぱりこの外郭団体ということであ,の、まあ、あくまで職員派遣をされていてというあのまあ経過の中でございますので、まあ、ゆくゆくは遺憾、まあ、というところもあの視野に入れていっていただきたいですしまたあの今この住宅供給調査さんはあの、まあ、随意契約になられていると思うんですでその随意契約の金額が52億円ということでその、まあ、本来その京都市としてはその入札においてはまあ競争入札が基本でして その、まあ、やむを得ない場合のみ随意契約をするというのがあの、まあ、総論としては言われておりますがこれはあの随意契約をされている理由というのはどういうことなんでしょうか。部長 あの先ほど来、再々申し上げております管理代行制度というのはあの公営住宅法に基づきまして、本市が行うべき住宅管理を代行させることができるという制度でございまして、その代行させることができるのは他の自治体または住宅供給公社のみということになってございます。本市は住宅管理につきまして管理代行制度を使う方が効率的だろうという判断のもとで業務を委託してございますので、その委託先については他の自治体という選択肢は法律上ございます。 けれども現実的にはあの京都市の住宅供給公社1社のみということなので、随意契約,というあの契約としては随意契約ということになるというものでございます。江村委員 はいまあ、のいろいろとご答弁をされておりますけれども、ただ、この外郭団体というのは、基本的には、できるだけこう縮小を目指して進めていくというものでありまして、で特にここの随意契約というところも、金額も多いですし、そのまあ今後はできるだけその開かれたあの入札環境の中で、こういった業務を進めていけるようにというので、進めてい,っていただきたいと思います。でまたた次に、えー、まあ自動運転技術を活用したあの交通システムという ことでえーまあ、かねてよりその都市計画局さんの,方で、えーそのまああでだいぶ遡ればあのぼれ、ま、ば、あ、LRT の検討もされていた、えー、背景もあられる中で,で、まあ、先ほどちょっと渋滞の話等も出ましたけれどもその、まあ、当時からその中心市街地というのはの慢性的な混雑の発生というのが、えーまあ、指摘をされておりましてで、まあ、今回新たにそのあ自動運転技術を活用した、えー、システムの 検討の中でも、まあ、調査の中ではやはり中心市街地はあの慢性的な混雑というのはまあ今でもあの散見されるというふうに出てきておりますでまたあの観光地を結ぶバスによってもやはりこう積み残しが多く発生しているということであの車内混雑により快適性が低下しているという点も指摘をされている点です、まあ、こういったことはその、まあ、以前から指摘をされながらあの現在も課題としてずっと残っているものなんです ですけれども、まあ、そこでその京都市としてこう新たな交通システムをまあ対応していくべきだというまあ交通課題をまあ模索をされているというところで、まあ、私たちもまあ大変この交通の政策に対してはいろいろ検討を進めるところなんですけれどもやはりこうまあ地下を掘るとどうしてもこうコストが高くなるであったりとかあとはその路面においても京都市がなかなかこ,うあのこれまでの,あのまあ戦争等のまあ背景も含めて 町の景観がよき意味でも残っているということであの道路占有面積も狭いということで既存交通への影響を考えるとなかなかえ難しい部分あとはその効果にすると次はあの景観への配慮というものがかかってきてしまうということで、まあ、どこにおいてもなかなかいろんな課題がある中で京都市としてそのまあ新たな技術というものがあのまあ 世界的にもまあいろいろ進んでくる中で、何らかのこう活路を見出されている部分というのがあるのかどうか、これについても新捗を伺うしたいと思います新たな交通システムの,あの調査の状況でございますけれども、あの昨年度、国の補助金を活用いたしまして、既存の枠組みにとらわれない新たな交通システムの調査を行いました。 この調査の時の大事な視点といたしましてはあの、より効率性の高い輸送力、こういったものが持てるようなものがないか、それから京都の街、非常に街路も含めて狭いものですから、都市空間に与える影響が小さいものがないか、それから需要の波がです、ね、いろいろあっても、それに応えるようなものがないかと。 いうようなことを前提に技術面で活用できるものがないかということで調べているところアメリカのベンチャー企業の構想がございましてそれを参考に調査をしたものでございますなおあのこの取り組みの観点としては背景にやはりあの持続可能な公共交通網を将来にわたってもしっかりと存続させていくこういうふうな考え方がございまして こういったものへの持続性の観点からも将来に向けて検討していく、こういう位置づけで調査をさせていただいたものでございます。あの調査の中身、非常に長くなりますので、えー、まあポイントだけ申し上げますと、まあ、あの地下鉄等に比べますと、非常にあのキロメートル当たりの整備費も安価で済むと。 いうようなことでございますとか、あのまだ世界で運用されている実例がないもんですので、法的な観点でも調べをいたしまして、このあたり、機動法という法律に基づいて運用することが妥当だろうというようなことも明らかにできました、一方で、例がないものでございますので、安全の検証、それから技術基準というものを国も挙げてです、ね、一緒に作っていくようなことが必要になってまいりまして、このあたりは、それ相応の時間も要すると。 いうことが分かってまいりましたこういうメリットやあの課題を明らかにしたまあいうような調査ができたかなというふうに思っておりますあの私どもはこの調査結果も踏まえまして新しい技術の交通システムの導入というものそれがあの既存の公共交通もしっかり支えていくということで相まって え未来も含めて活用して、この京都市全体の公共交通網が成り立っていくような観点でえ調べたものでございまして、現時点では非常に有用なものであるという結論が出ているところでございます。 はいあの京都市はやはりこう観光都市でもありましてで、まあ、あの最近はさまざまな取り組みによってその、まあ、季節によるこう変動というのはできるだけあの緩和をしてきている状況ですけれどもやはりこうあの需要の波ということもその、まあ、考慮しながらあの都市交通を作っていかなければいけないというのはあの京都市の交通政策においての一つの,あの特徴だと思います。 そのまあ PRT というものがあってまあそれにねあのさらに進化した APRT というものがあるとでその APRT になりますと PRT にあの比べましてもその輸送能力がこうあの1時間あたりあの、まあ まあ大きく見積もると4800名から1万6000人ということで、まあ、大変3倍以上に大きな輸送力を持つようなシステムになりうるというようなことが、まあ、あの想定をされているという資料を拝見させていただきましたでその PRT というのは、まあ、実際にその海外の空港等でもあの導入をされている実例ともありましたので拝見をさせていただきましてでそのまあパーソナルラピットトランジットの略だというところも分かっました。 あったんですけれどもその apr t に関してはそれすいませんちょっと私の資料の読み込みが足りないのかもしれないですけれどもその a というものがその中何の略なのかというのとそっと後はまあ,あの prt と aprt のその違いっていうのはまあ、あの簡単に言うと何なのかっていうところも教えていただきたいと思います道田市長はいあのパーソナルラピッドトランジットと ということで PRT とちょっと区別するために A というのをつけておりますけれども、まあ、この辺あたり、オート自動というような技術も活用してまいりますので、えー、区別するためにつけたものでございまして、えー、あの広くまだあの概念が行き渡っているものでございません、何も先例がないというもので、えー、研究をこれからしていきたいという、今、さなかにあるというものでございます。以上でございます M ライン すいませんあとちょっとここだけ伺っておきたいんですけどその、まあ、APRT のまあこうイメージ図みたいなのを見ておりますとこう半分こう高架のようなあの作りだと思うんですでその駅ごとにまあ少しこうスピードを落としてでまあ地上に向かっていくという傾斜をかけながら、まあ、基本的にはそのまあ高架の作りとなってると思うんですけれどもあのまあ景観の側面からまあちょっとここのこれはあの課題なのかそれともそのまあ高さ的に 具体的にはあの、まあ、従来の,あの、まあ、新交通システム等と比べてもあの結構低くてあの景観的にそんなに阻害するものではないというものなのかちょっとこの辺りについてもあの確認をさせていただきますでしょうか。田市長はい あのまず地下を全線作るというのはまず不可能だろうとコスト面でという考えでございますその時に今回試算をするにあたりまして当然道路域を平面を使ってやっていくということになりますとかなりのコスト安になりますけれども試算をするにあたって仮に高価で作った場合にということを前提に試算をしたところでございましてそれは最大いくらかと。 いうようなことを試算するためのものでございまして、我々の調査の中では、高架で1キロメートル作ったところで60億円あたりの整備費が必要になるという試算になっております。これはマックスを出すためということで、あの高架を使った場合という設定のもとで、余剰件として設定したものでございます。 はい、わ、えー、かりました。まあ,あのとりあえず今まだあのー。 世界でもそのまあ導入の事例がないということでその想定されているあの他都市、まあ、あの海外の,あの都市の事例等もあの調べてみたんですけれどもなかなかの詳細が出てこないのでなかなかの把握があの現時点では難しいのですけれどもやはりこう京都市としてそのまあ慢性的な渋滞というのを抱える中でその新交通システムあ、まあ、あの新たな交通の体系というのをあの検討していくというのはあの大変 Okay. あのまあ今後見据えても重要だと思っておりますしまた、交通局で今抱えている課題としてやはりこう運転手の不足というのが大変あのまあ目立った課題として今後、より一層厳しいものになってくることも想定をされておりますそういった中でそのまあ自動運転を活用してあの交通システムを新たに構築していくというのはあのこれからの京都市としてあの非常に取り組むべき課題だと思いますのでぜひまあ迅速に進めていただきたいと要望して終わります。 進行いたします橋村委員おはようございます,います私からは伏見区の大岩山の違法増生地について質問をしたいと思いますなるべくう起こらないように試験をあまり入れないように自民党議員団が 作成した質問状に基づいて質問をしていきたいと思いますのでよろしくお願いしますまず一つ目はこの大岩山の予報増生死について現在の指導状況はどのようになっているのかについてご報告をお願いします、えー、森都市警官部土木担当部長はい、ありがとうございます 大山ののの違法造成への指導の状況でございますあの昨年にです、ねえー、崩れましたから、えー、一日も早く安全対策をという思いで、あの指導を進めておるところでございまして、えー、これまでですねあの、土地管理者の方に自主是正を前提にして、えー、本格的な、恒、え、久、ー、的な災害防止措置をするようというような指導を続けております。 そんな中、7月29日付で行政代執行法に基づく開国を行いまして、令和2年1月6日を期限として、恒久的な災害防止措置を実施するよう求めているということでございます。で現在まで,です、ね、あの正式な形の是正計画書はまだ提出されていないんですけれども、あの土地管理者においてです、ね、工事業者の選定 あるいは土砂の搬出先確保に向けて準備作業を進めているところでして、今後もですね早期の自主是正に向けて指導を継続するとともに、万一自主是正がなされない、あるいは滞る事態に備えて、並行して行政大使館の準備を今、やっておるところでございますので、このあたりをしっかりと進めていきたいというふうに考えております橋村、はいえー。ところで、えー、現在 京都府が土砂条例を改正しようとしているそうですが、その内容やスケジュールについて、まあ、当然、ご承知かと思いますけれども、えー、ご答弁をお願いしたいと思います。畑部長 はい京都府の土砂条例の改正については我々も承知しているところでございます京都府ではオリンピックやパラリンピックそれから大阪関西万博の建設需要などで今後土砂の発生量が大幅に増加するのではないかという状況を踏まえまして 不適正な土砂の埋め立て等に対する抑止力を高めることを目的として、土砂の埋め立てが続いた場合で、危険が生じるような恐れがあると認めるときには、緊急的に搬入禁止区域を指定することができるようにするなどの土砂条例の改正を予定しているところでございます。スケジュールでございますが、先般、風の議会で骨試案が報告されて、現在、パブリックコメントを実施しております。 今後の予定は、12月議会に条例案の改正案が提案されて、令和2年6月の施行を目指していると聞いているところでございます橋村委員。はい、ただいまご答弁をいただきました、京都府の動きに対して、京都市としては何か考えておられるのか、また大岩山の指導にそのことが何か関係することがあるのか。 それについて答弁を求めたいと思います畑部長 はい、大岩山の違法造成行為に対しましては、これまでからもご説明してございますとおり、本市は宅地造成等規制法等に基づく指導権限を直接執行して対処してございますので、この土砂条例、いわゆる土砂条例の有無によって、現在の大岩山の指導状況に何か変化が生じるというものでございません。ただ一方、今後の建設残土が発生するのが増えるんではないかということに対しましては、本市も京都府と同様の認識を持って ございまして今回、風条例が規制が一部強化されるということになりますと、その点について、府下の市町村と比べて相対的に京都市の規制がいわゆる少し緩くなるというようなことが生じますので、そのことは大変望ましくないと思ってございまして、府市が同じ条件の下で抑止力を発揮できるように、現在、本市も条例化を制定 あの条例をするということも視野に入れまして、環境政策局をはじめとする関係局と、えー、検討して準備を進めているところでございます。橋村委員。はい、まあ、あの、今聞いておりまして、まあ。京都府のね、まあ、そのスケジュールと、まあ、比較して。なんか遅れているような感じを受けるんですけれども、その点についていかがですか。森部長。あ、ごめんなさい、畑部長。はい。 あの実情としてあの京都府内部での検討が先行してございまして、風の素案の内容を踏まえて、本市も検討をしてきた結果、風のスケジュールと比較して遅れているのは事実でございます、そのため、今、関係局でスピード感を持って、できるだけ同じ時期に同じ内容のものを達成できるようにということで、スピード感を持って進めているところでございます。橋村委員まあねあの 団が作った質問にはスピード感を持って進めていただけてということで終わってるんですけどね。まさにこの大岩の問題に、ね、このスピード感がね全くないんですよね。スピード感を持ってね、まあしっかりと進めていただきたいと思います。まあここからは試験なんですけれども、やはり私もあの去年の2月の時に来のときに、まあ所属が違う文化会でしたので、まあ環境 政策に対してこの現状についての指摘をし議論をしましたまた重先生がね深草地区なので、まあ、かなり町づくり委員会で指摘また提案改善についていろいろと議論をされましたまたあの南区の島本議員もかなり突っ込んでですね議論をされてきた経過がございます時間がございませんので、まあ、当然その場におられた 方々ばかりでございますし、おられなかった方もしっかりとその辺の議事録は十分に読み、本日この場に臨んでいただいていると思いますので、それをしっかりと受け止めながら対応をお願いしたいなと思うわけであります。あのー、たまたまね地元の私オウリス地元なんで西村翠子さんというねオウリスの自治会長が自民党の 党員の更新もうやめるのかと思ってなんですけども、しっかりと集金をしていただいて、投票を納めていただいて、しっかりとこの問題にも取り組んでほしいということでの思いも受け止めましたし、いつも言うとおりますけれども、大谷池ですね、そこが埋まってしまった。元々私がそのの現場を見に行ったのは 山の状況を見に行ったのは、その大谷池周辺で畑をされていて、栗林を持っておられていた方が、山の上にも土地を持っている間に、知らん間に土地が勝手に利用されている、削られている、大変危険だという指摘のもとに、現場を見に行ったのがスタートでした。その間、いろいろと指摘をしてきたけれども、結局、雨によって土砂が流れ込んだ。 そして不幸にして指摘をされていた地主さんが自分の栗林を流されて大谷池が埋まってしまったそしてその大谷池のこれは建設局のりなんですけどもその池を春節するために地域を救うために自ら鉄所にかけた畑や田んぼを道路のために潰してです、ね、この間春節工事に協力をしていただいたわけであります。やはりりもっっとと早い時期にししかりと対応してい いたらこの曲だけではないですけれどもね、もっと対応ができたということを十分に思います。どうかよろしくお願いをしたいなと思います。まあこういうことをもう言うても変えらないわけなんですけれども、一方で京都市はその大きなまちづくりの方針としてね、まあ中心部は再生、南部は創造、一方で えー、昔は北は保全あるいは三山保全というような言い方しましたけれども今は広く周辺部は保全という表現をされていますけれどもだいたい京都の三山ですねこの大岩山とかですね私が住んでいる大醐の東側の山ですねこれは保全すべき三山に入っていないのかあるいはまた今の町づくりの大きなアウトラインである 周辺部の保全に入っていないのか、その点について確認をしたいと思います。あはいえー、山本都市経管部長、少し見えにくいのでごめんなさいね。失礼しました。山、え、山、ー、に入るのかというご質問でございますけれども、あの当然あの入ってまいります。八村委員。 まあ現状ね、この市役所に来て周りを見ますとね、散々がね、保全をする努力がものすごくされています。で神経感政策でも、ね、やっぱり支店場を設けて十分にね、大文字が見えるようにしようやないかとかですね、あるいはまた国の制度で山を買ってもらっている人たちもおられますしね、いろいろとも力が入っているわけです。まあ、私の住んでいる第五の東芝の山は日が昇っていくんですけども、そこは 曲は違うけれども山下と隣接をしてエコランドとして京都市民が排出した焼いたゴミをすべてそこに埋め立てておられます廃油油炉も置いたままになっていますまでこそ気が茂ってきましたけれども当時は山肌を削りですね本当にそこへの侵入道路がですね痛々しく見えた時代が続きましたそして東の方の石田には 東部クリーンセンターが稼働は止まったけれども、もう今やです、ね、手のつけられない廃墟の状態で,です、ね、本当に、あのー、草も茂りです、ね、こう環境に悪いような感じで、ね、放置されていて、何の薄手もない、もう見た目が全然悪いですね、やっぱり石岳は近いのに。そして、日が沈む西の山がこの山の方向ですね、京都市内の、ね、東山と西山と大違いじゃないですか。どこに散々私ね 当然されてきたから、ね、この曲だけではないけれどもねやっぱりものすごくねその不公平感地域間格差を感じるわけでありますまたこの崩落地点のね隣にはゴルフ場が跡と違い今ソーラーパネル化されましてね、まあ、これは合法的に進められている事業なんですけれどもやはり一方で長年その大学地域に住む人間からしたらですねものすごくこうね 少し慣れてきましたけれどもね、巨大なーソーラーまでならなようなね、状況をね、指摘する声が続いていました。まあ、そうした中で、人的にね、本当にもっと手を打てばできるというようなことの中でですね、やはり平安京の中ばっかりでですね、景観政策をね、進めずに、やっぱり都市計画としてですね、十分にしてほしいなと思います。今年はたまたま伏見市ができて、90年という伏目です、ね。90年間 まあ2年間だけ伏見市は存在して京都市に編入ま入当時の人は対等合併したと言われるんですけれども大悟だけに限れば地下鉄は来て大変便利になった四い面もありますけれども,もう景観的にはね東の山がゴミの埋め立て山西の山にはソーラーが輝き山が崩れてくる東北林センターはほったらかし何一つ景観的にね 恵まれた状況全くないんですけどね。どうもあります。鈴木一雄計画局長、あの山梨盆地から連なるところでございます。えー、山梨の東の山々、例えば牛尾山であったり、大五の奥大五であったり、やはり市民に親しまれた、えー、あの歴史のある調査エリアです。確かにあの景観規制的には。えー 京都の北の方の散々に比べまして若干緩い、えー、規制にはなっておろうかと思いますけれども、私どもとしては、えーまあ、例えば、乱開発等を防ぐように、これまでもいろんな取り組みをしてまいりましたし、その姿勢はしっかりと堅持していきたいというふうに考えてございます橋村委員、はいあ。戻りまして、えーで、土砂条例につきましてはね、まあ、しっかりとスピード感を持って、また対応についてもお願いをしておきたいなと思います。えー、続きまして、えー 公営住宅における共益費の京都市での徴収、管理の実施についてお尋ねをしたいと思います。あの我が党の都民議員が比較的積極的に問題提起をして取り組んでおられるんですけれども、局が違うので、変わって質疑をしたいと思います。公営住宅の共益費を自治会で徴収し、管理している団地は大変多いわけであります。しかし、入居者の高齢化が進展する中で、 役員のなり手がないなどの理由から自治会による徴収、管理が困難となっている団地が、まあ、多く発生しているということであります。まあ、このような状況を踏まえ、ト、え、ミー、まあ、議員を中心にです、ね、これまでからこうした事態への対応として、市で教育費の徴収、化についての検討を求めてこられておりますし、まあ、自民党としても求めているんですけれども、現在の 検討状況についてはどのように進んでおりますでしょうか。平松住宅市長 はい、公営住宅教育費の市による徴収管理の実施に関してでございますご紹介いただきましたとおり公営住宅の教育費は自治会等で徴収し管理していただいているんですけれども入居者の高齢化等によりまして役員の担い手がいないなどの理由から徴収対応が困難になってきている団地が発生してきておりますこの公営住宅の教育費につきまして市による徴収管理を開始するにあたりましては 実施の仕組みや金額などの検討のほか、教育費の水等を管理するシステムの整備などを行う必要がございます、また、新たに徴収にかかる手数料などが必要となりますので、入居者の皆様に、教育費の金額が現状よりも高くなってしまうということなどについて、ご了解をいただく必要もございます。 現在、市会でのご指摘も踏まえまして、自治会等が聴衆管理することが困難な団地におきまして、市での聴衆管理の開始を目指しまして、こうした課題への対応について、検討を進めているところでございます橋村委員、はいまあ。この問題につきましては、市長どっちの市長総括でも問うていきたいと思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。あの 第に話になります伏見区はまあ第5向島を中心にまあニュータウン団地の町なんですけれどもまあこれ去年もね団地における自治会加入促進の問題を聞いて現状はよく分かっているんですけれどもあ今年もこの時期ですね運動会シーズンで日曜が終わって月曜日やってくるとそれぞれの議員が昨日は運動会を10回ったとか来週は15あるとか。 そのような話をされますしかし敬老会とか小学校の運動会というのはどうしても年齢層が偏るとかいう中でいろいろと各学区自治会の大きな年齢を超えてコミュニティができているのがやっぱり学区民の運動会やと思うわけでありますしそういうところに行くといろんな声が聞こえるし元気な学区高齢化が進んだ学区あるいはまた ちょっと大丈夫かなというような学区があるわけですけれどもまあ今年もそういう運動会周りを今しているわけですけれども第5に限ってはまあ10学区がありまして実にそのうちのですね10学区あって10運動会あるはずなんですけれどもすでに5つの学区で学区民運動会が開催できない状況になっていますま。それは高齢化ががしてきた子どもた子ちいいない あるいはまた自治会の中でやっぱりコミュニティねがなかなか成立しない中でできないような理由がある中で中学のうちの5つができないというおそらくそんな地域はあまり京都市内にもないのかなと思うわけでありますそうしたときに今のような取り組みあるいはまた団地のですね加入促進をする中でしっかりと再生をしていかないとやはりその学区自体が弱っていくないといのも通説に。 感じております昨日は教育委員会でしたので、まあ、小中、ね、一貫校、学校統合で、まあ、向島がちょっと、ね、元気になっていきそうな雰囲気あるいはまた落札でも,、えー、もう進んでいくという流れの中でやはり第5地域でも今その前段の部分での取り組みが進められているように思いますけれどもやはりこれでもやっぱり、ね、5年、10年先の話、まあ、5年では無理ですね10年先の話になりますのでやっぱり今この 5年、10年をしっかりとです、ね、団地を再生していかなければならない、そういった意味で、全力で取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがですか岩崎住宅政策官、はいあの。議員ご指摘のとおり、第5地域につきましては、市営住宅団地多数ございます、笛も含めますとあの、そういった公営の団地が非常に多いということでございます。 あのそれぞれの団地の状況を見ますと、高齢化も進んでおります、入居者も少なくなってきていると、こういうような実態がございます、コミュニティがしっかりと維持できないような状況が発生しているということで、これ、すぐにこうすれば解決するという問題ではないというふうに思いますけれども、住宅政策としても、 このコミュニティの維持というのは非常に重要なことだというふうに考えておりますので、さまざま取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております橋村委員、はいまあ、あの次なんですけれども、去年は神経管政策の大きな節目ということで、この委員会でも総括的に失業し、市長総括でも、党の中でさらなる進化という表現がいろいろと解釈されるわけですけれども。 一定総括をさせていただきました、まあ、あえて、えーね、その当時、えー、この神経感染に取り組まれた局としては大変嫌がられましたけれども当時の都市計画局長 F 創生官のお名前をあえて質疑の中で出させていただきましたけれどもやはりそうした思いというものを十分にね組んでねさらに進化進化という名前であるのであればですね 真の進化を遂げていいいいたただきたいなという思いを分けています一方、もう一つの柱がやっぱり看板条例でありました。これについても、私が言うまでもなく、その当時所属した議員は大変な目にもあいましたし、当然職員の方も大変ご努力をいただいて、結果的に今97、97%を超える達成率でありますけれども、あと3%に入ってきたんですけれども、こうした中で、今の、 残り3%を達成するために今の局の体制をさらに強化していくのかあるいはまたスペシャリスト的なねコンパクトなその体制に変えていくのかねそれも一つ言って問われていくところだと思いますしそもそも昨日もいじめゼロが当然やとか何でもゼロというのがあるんですけどもこれから先の,ねこの数字を下げていく人も大変な努力やと思うんですけどもそれに対するゼロを獲得するための人的な ものあるいはまた費用的なものをやっぱり相対的に、えー、考えて、まあ局としてこの看板違反ゼロどのように捉えておられますでしょうか。橋本広告経管独立推進室長、えー、議員ご,、えー、ご指摘のように <laughs>、えー、今から10年前の新経管政策のス,トスタートからですね、えー、現在に至るまで市民事業者の一肩ならぬご理解ご協力をいただくとともに。 市民の皆様の特段のご理解、ご支援を賜りまして、えー、ローラー作戦以前の段階では、えー、3割という状況で違反は <coughs>、えー、適正なものは3割程度であったものでございますけれども、今、本年9月末現在では 97.、97.5%ということになっております、適正表示率は97.5%ということになりました。えー今 え違反件数につきましては1100件程度まで減少しているという状況でございます。す、え、で、ー、にまご指摘いただいた通り、すでにもうえ集中取り組みから5年を経過している中で、未だま。えー 少な,少なくなってきているということではございますけれども、やはりまだ1100件の不,、えー、不適正なものがあるということは、えー今も、今も市民事業者の方からも同様の厳しいご指摘をいただいているというところでございます。えー、この残っている部分につきましては、さまざまな状況が、えー、あります。やはりり、えー、高齢の方であったり えー、商売がなかなかうまくいかないという形で残っているというケースもございますけれども、私どもは、えー、やはり、えー、違反件数がゼロになるまで、えー、粘り強く取り組むという決意でおりますし、えー、今、えー、一方で、えー、許可件数が多くなってきている中で、えー、職員も必要になってきています、そういった中で違反件数が少なくなっているということも踏まえて、職員を効率的に運用する、それから、えー 電子計算、えー、システムです、ね、計算し、えー、コンピューターシステムの適用などによって効率化を図るなどをして、やはり、えー、先ほどお話ありました通り、えー、違反ゼロになるまで引き続き粘り強く努力を進めていく、今の体制を効率的に回すということで、えー、違反ゼロを目指すという体、えー、を目指してまいりたいと、粘り強く取り組んでまいります。橋村委員 まあね、当初、いろいろと意見があったけれども、やはりそのルールに守るということでね、えー、とそれぞれが痛みを伴いながらですね、している政策でございますので、お願いをしたいなと思います、まあ、怒ってばっかりであんので、まああの、私も伏見がどちらかというと取り組みが遅かったんで、真ん中の辺からずっと始まって、まあ、伏見とか周辺は駆け込み的に来ましたんで、まあ、結構きつく怒られました。 もう突然やってきて、もうあと期限内に、はよやれという形でどん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 いかはりましたんで、もうどん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 お叱りが来ました、その中でやはり経営者の方々ね、ものすごく怒らはりまして、もう2人の方ね、私、応援して持ってた同じ世代の方は、もう絶対橋村応援せんへんって、もう完全に言われて、ね、もう1人の人はね、いまだに大手もね、あの挨拶もしてくれないし、口も聞いてくれなんし、も本当に何もしょうらへん、いいや、言われてね、まあ、それはそれでね、もう甘んじて受け止めているんですけども。 たまたまあのー、もう一人の方はです、ねまあ、久しぶりに会社に行って、まあ、話をしてたら、あ,あんだけ怒ってはったけれども、やっぱり10年経ってみてね、こう東京とか出張行って京都帰ってきたら、やっぱり年、まあ、も行ったんやけどね、間違う街やな、やっぱり京都ならではねやっぱりね、あんだけ市長、ボロかス言うてたのにね、市長、やっぱりね、信念あるで、勇気あるでって変わってきましたね,ね、これはまあ、いろいろ評価あるさかいないけどね。 協力してくれはった人たちはね、やっぱりそうした中で、高齢であろうが、財政の問題もよく分かるけども、乗り越えてみんなやってくれてるはずですからね、やっぱり公平の観点から、しっかりとゼロを達成をお願いをしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。もともと私、この都市計画にはいつも厳しくてね、都市計画局というのが京都市役所にあるけどもね、全然都市計画あらへんやないか、あ,あったとしても一つもできてい,いないかね。 まあまあ、向こうじからがしたら、ね、幼稚買収したり、ね、地権者があったり、景気が変動したり、もともとできひん結果を一生懸命、ね、後もなくやってやさかい、に何を若さが言うとんやという、で多分昔は思ってたかもしれんけども、やっぱりこの曲、ね、大事でございますんで、さっきの、ね、大岩山の問題や報告にしても、ね、やっぱりしっかりと鈴木局長のもとで、ね、頑張ってほしいという、ねまあ、期待も持ってますんで、まあ、最後にちょっと、ね、元気な。 希望のあるような答弁ねしてもらっておいたいと思いますお願いします鈴木都市計画局長えっと私都市計画局この景観政策が始まる際にこの都市計画局に配属されまして当時えま橋村先生からもお話ございましたように特に景観政策はあの。 各行政区で説明会に行きましたが広告の団体の皆さんから大変きついお叱りもいただきましたしいろんなおこともいただきましたただ司会の先生方のご理解のもとで着々と進めていくと。 いうことで私どもこの景観、特に広告につきましては、世界に関たる政策が進められたというふうに考えてございます、今、先生からも言っていただきましたように、粘り持続、しっかりと進めてまいりたいと思いますし、また景観、都市計画というのは、さらなる進化ということで、持続可能なプランも出させていただきました、やはり時代によって、都市は変貌してまいりますけれども、その時代を捉えて、しっかりと市民の皆様に安心安全に、また豊かに暮らしていただける街を、しっかりと進めてまいりたいというふうに考えてございます。よよろろしししくお願いいいいたますよろしいですでかはい 進行いたします日口今、話に出ていました持続可能な都市構築プランそして、新景化政策のさらなる進化についてお聞きをしたいと思います昨年、検討が行われましてパブリックコメントなども行われてきました。 持続可能な都市構築プランは年度末の3月に策定をされていますこうした検討がなされてきた背景として説明されていますのが若年子育て層の市外への転出オフィス空間や産業用地の不足市民の働く場の市外へのシフトこういったことが挙げられていますそそししてての解決策として 容積率や高さのの緩和方針とといいうものが打ち出されているとしかしそれが本当に若年子育て層の市外への転出を防ぐことになるのかというと私は本当に疑問を感じますそもそも若年層の市外への転出は地下の高騰これによって住む住み続けられないこういうことが大きな 要因の一つといいううふうに指摘をされていますで地下の高騰はなぜ起こったのかといいますとホテルや簡易宿舎などの異常な増加これが原因となっているとするとね高崎規制の緩和によってさらなる地下の高騰ということになっていけばより住みにくい地域になっていくというふうに感じるんですけどもいかがでしょうか 山本都市警官部長、はいえー、高さ制限の緩和が、えー、さらに住みにくい町につながるのではないかというご指摘でございますが、えー、今回、あの神経管政策さらなる進化ということで、えー、これからの、えー、進化の方向性をこの4月に答申という形で検討委員会からいただいております。えー、この中では高、えー、高さ規制失礼、えー、さを、えー 緩和をしようということ、一律に緩和をしようというわけではなく、高さの特例許可などによって、地域のビジョンを実現する、そういう手法の一つとして考えなさいというようなことが書いてございます。そういう意味では、周辺部も含めた各地域の魅力を高めていくということが政策の進化の方向性の一つであろうというふうに思っておるところでございます。以上です口 あのその結果ね、えー、さらに土地が高騰していく、まあ、こういうことにつ、ね、ながりかねないということがずっと指摘をされていますよね。そうなったら、先ほど私言いましたけれども、若年層がそもそも住み続けられない、まあ、若年層だけじゃなくて、もともとその地域に住んでいた方すら、今、住み続けられなくて、出ていかざるを得ない、まあ、こういう状況がに拍車がね、 図っていくこういう懸念が示されているまあですから、それはやめてほしいという声がねたくさん出ているということは、この間ずっと指摘をしてきたところです。働く場所の確保という場合でも、一部の好調な企業とか、市外からの企業誘致のためにオフィスや事務所を確保する必要がある。このような理由で 高ささ規制や容積率緩和すするこういいった方向も示されています高層の建築物を建てなければ働く場所が確保できないという考え方は私は納得できないんですね。それよりも低迷する景気の中でなんとかやりくりをしている圧倒的多数の中小零細業者ここへの支援をしっかり行う。 そ,こでそういった業者さんたちに元気になってもらう、そうするとそこで働く方たちも増えていく、このことこそね、市内で働く場の確保というのにふさわしい在り方だと思うんですけど、いかかがでしょうか山本部長、はいえーっと、京都市内におきまして、 オフィスの空室率が低いレベルで推移してきているというのは事実でございます。加えて大きなテナントビル、オフィスビルを抱えるようなテナントビルの新規供給がないというのも事実でございます。都市計画部局としてははそういうういものが立つようなまずは 受け皿を用意しなければならないというふうに考えているところです。で、企業の誘致については、この都市計画だけでできるわけではなく、いろいろな政策を動員しながらやっていかなければならない、都市計画としてはその受け皿を用意するということで、やっているところでございます。以上でですすすすそののことととにに、まあ、先ほどど話にもまた戻るるるんんんけどね結局高さ規制を緩、ね、緩和和だだ率 とういうことでによって弊害がたくさん起こってくるまあその一つの事例が先ほど言ったあの土地の高騰によって住み続けられなくなる住み続けられない街になってしまうこういうことがあるにもかかわらずねそこをあの横に置いといてねで本来もともとのそこが目的だと言っていた目的さえ達成できないんじゃないかというふうに言われているのにそれを横に置いといてそのオフィスが 不足しているから、そこにオフィスを作るために高崎市を緩和していくんだ、これは私ね、町づくりのあり方として本当にそれでいいのかという話だと思うんですよ。本当に働く人たちを、働く場を提供するんだったら、先ほど言ったように、もちろんね、中小企業者の支援というのは皆さんのところの部署が。 中心と考えるところではありませんただ、そういうところにも働きかけながら、そういうところと連携してね、まちづくり考えていく、そういう時に、そ,そちらできちんと目的が達成できるんであれば、これ高さ規制緩和するなんてことにならない、働く場所がそれで増えるんだったら、それ,でそれが目的なんだったら、そういうことになるでしょ、そういう考え方をね、私はきちんと、あの都市計画の在り方として考えていくべきだと思います。 高崎市への緩和方針に関しては市民の皆さんからも住民団体の皆さんからさまざまな批判の声が出されています地域景観地域景観まちづくりネットワークからも高崎市への緩和につながる対策は採用しないことこのような意見書が出されましたこうした皆さんの声に答える必要があると考えますがいかがでしょうか山本部長 はい地域景観まちづくりネットワークさんからは確かに安易な規制緩和は不採用にしてほしいというようなことの意見書をいただいております、私どもいただいたご意見十分に踏まえまして、制度運用、これから特例許可のあり方については検討しているところでございまして、ガイドライン案を作成をしたいというふうに考えております、意見を十分に踏まえて、そういうガイドライン案を作成していきたいというふうに思っているところでございます以上です。 井口あの検討委員会の方に出した意見書のところには安易ななという言葉はついていないと思うんですけどいかがですか八乙部長はい、えー、ついてございます樋口この、まあ、いずれにしても安易なというね 言葉をどうう捉えるかというといころもありますよねこれ,はまあそれは今、ガイドラインを、ねえー、作っていくというところですからその中で、ねえー、しっかりとあの市民の声が反映していただきたいと思いますしこの平戒まちづくりネットワークだけではなく私が今指摘したのは他の市民の皆さんあるいは住民団体の皆さん厳しい批判の声が出されている。 こういう状況の中でね、やは私はそういった皆さんの声に、えー、きちんと応える必要があるというふうに感じています。であのー、このちガイ、えー、ドラインの話が出ましたから、それに関して少し触れますけれども、あのー、このど特例許可の基準に関して、この神経管政策のさらなる進化検討委員会の中で、 えー、その対象となる建物を、えー、これまではまあ公益性のあるもの、デザインが優れたもの、まあ、これだったんですけれども、それに加えて、地域のまちづくりに貢献する計画、エリアのまちづくり方針に沿う計画、広い敷地での近隣に配慮された計画などを、許可の対象に加えようという提案を、これ、京都市から事務局として行いました。 これでは私、対象の建物が際限なく広がっていくように感じます。この点に関しても多くの方からこれ批判の声を出されています。こんな緩和は私は行うべきじゃないと考えますけど、いかがでしょうか。山本部長 はいこの4月にいただきました検討委員会からの答申ではまずもって京都の景観の守るべき骨格を堅持した上でというのがついてございます、えー、堅持した上で例えば、えー、良好な景観の形成あるいは良好な市街地環境の創出に向けて建物のデザインとか都市機能場合によっては緑地とか公共的スペースの確保などの広い意味での公共性を 持つ貢献度の高い計画を評価することが必要だというふうに述べられておりますので、何でもかんでも緩和をしようという、あるいは許可をしようということではなく、しっかりした考え方の下で制度を運用していきたいというふうに思っておりますし、そういうことを盛り込んだガイドラインを作ってまいりたいというふうに思っているところです。以上でです日口あの、まあ、今のご紹介いただいたただ考え方でも 一体どこまで広ああのそれはまた、えー、しっかりと議論していきたいと思いますけれどもで次にあの持続可能な都市構築プランの中に、まあ、立地適正化計画が、まあ、位置づけられていますでこの計画はこの、まあ、立地適正化計画というのはコンパクトシティの考え方に基づくもので 国が2020年までに150の自治体で策定させることを目標に掲げているというものでまあこの国の方針をそのまま,まあ京都市が従ってまあ今回、立地的生活計画が作られたとそして居住誘導区域と都市機能誘導区域がまあ設定をされていますでここで心配になるのが居住誘導区域から外れた地域が置き去りに なってしまうのではないいかという点であります京都市の場合市街化調整区域などの周辺部が、まあ、あのこの居住誘導区域外ということ、まあ、その例が中心になっていくわけですけれども作力で言えば大原静原なども市街化調整区域でありますこうした地域が行政の支援から切り捨てられていかないか まあ大変心配するわけですけどもいかがでしょうか。森都市経管部土木担当部長。はい。立地適性化計画における居住誘導区域の件でございます。本年3月に策定しました持続可能な都市構築プランにおきましては、京都市域をですね大きく5つのエリアに分けましてそれぞれの 持続可能性を追求していくというようなプランになってございますで、本誌の特性としまして散々に囲まれた市街地全域において隅々まで歴史あるいは文化観光資源が集中しておりますその周りに人の人の暮らしや文化等が築いておりまして人口減少の中にあっても その周辺部も含めてです、ね、一定の人口密度を維持することで、市街化区域のほぼ全域を居住誘導区域として定めております。一方です、ね、あの周辺部、市街化を抑制する地域である市街化調整区域につきましては、 まあ居住誘導区域には含めてはいないんですけれどもえ持続可能な都市構築プランにおいてはここを緑豊かなエリアとしてえ位置づけておりましてこれはあの都市計画区域外も含めてですけれどもえ農,林業農林業や まあ観光等の産業の振興などによる地域の生活文化等の維持継承を目指すことにしてございます。えー、当然、都市計画のみでならずです、ね、あの産業政策とか、あるいはその移住促進とか、そういう部分も含めてです、ね、えー、この周辺もしっかり守っていきたいというふうに考えてございます。日<口>あのそういった教授誘導区域外のところでも ししっっかりりとと生活を守っていいいきたたいいう話がありましたぜひそうしていただきたいんですけれども国の方はじゃあどう,どういう考え方を持っているかといいますとコンパクトシティについて持続可能な都市経営財政経済というふうに書いてありましたけれどものために作るということを掲げてい,ていましてその背景として 財政状況が深刻化している、このように述べていまして、持続可能な都市経営を維持するためには、人口密度を高め、行政の効率化を図ることが不可欠、このようにしています。この考え方に基づいて、国は居住誘導区域に対して、居住者の利便性を高める施設の整備を行う、このようにしています。何のことかととかいますと 具体例がいくつか例示、まあ、などされているんですけれども、例えば道路整備です。で先ほどの、ね、行政の効率化、これよく言われる選択と集中ということなんですけれども、こういうことと合わせて考えれば、結局、インフラ整備を居住誘導区域では行うけれども、それ以外の地域では行,うという行,行わないという、ね、方向が示されているということが、まあ 容易に、ねえー、想像されるんですねで実際に社会資本総合整備、えー、事業関係の予算配分では立地的成果計画に適合する事業に重点配分するということが、まあ、掲げられている私ねこれをきお聞きしたときにこれ居住誘導区域以外にはこれ、まあ、大きなマイナス要素として作用することになるのかなというふうに 感じたんで感じたんですけどもいかがでしょうか？森担当部長。はい、あのまあ都市計画。それからあのインフラ整備ということで例えば道路という問題を考えますと。とまあ、広域な交通網の支えを支えるための幹線道路ということになってくると思います。一方まあ集落の維持ということになりますと。とまあ、そういう大規模なインフラ整備もあるけれども。 それは長期間にわたって考えて実行していくべきものであってそれよりも集落を維持をするために何をするべきかというようなお話かというふうに考えます。 であの確かにあの重点配分をするというような記述は見られますけれども、まあ、建設局にも確認をしたところ、えー、そういう影響は今、出ていないということもございますので、あの決してです、ね、そのインフラ整備をもうやらないとかいうわけではなくて、そこは優先度を、えー、考えて、当然に計画をしてやっていくということになろうかと思います日内あの、まあ、今は影響は出ていないというふうに言われました。 で確かにそうなんでしょうじゃあ今後もそれが維持されるのかというところなんですよねでこの社会資本総合整備事業だけを取ってみてもこれはあのだからいくつかのところに重点配分をするつまりそれは先ほど言った選択と集中という考え方に基づいていますから選択をされなかったところは 結局予算配分がされないそういうことにえなっていくわけなんですよ。それが大きな国の方向そこに乗っかってしまってあの京都市がその方向でどんどん進んでいく。そうすると国が今は まだ具体的には何もしていませんというふうにおっしゃられましたけれどもまあ何もしていないか分かりませんけれども少なくともこの社会資本総合整備事業の関係では今のところ影響は出ていませんと言われましたこれがこの先どこにも影響が出ないでいくのかどうかこれは本当にね心配なんですよねだって国がもともとそういう方向はもう違う方向を示しているわけですから選択と集中でやっていくんだということを示している。 国のお金予算の付け方、配分を変えていくなんてことは、他のところではいくらでもやっていることですから、そういうところに乗っかっていくんではなくて、私はね、やはり居住誘導区域、こういうことをね、設定をして、地域に格差をつけていく、こういうことではなくて、どの地域に住んでいても住み続けられるまちづくり、行う、これが都市計画の基本と、 するべきと考えますけども、いかがでしょうか。森担当部長。はい、あの、都市、えー、居住誘導区域につきましては、まあ、都市再生即別。 特別措置法におきまして市街化調整区域には定められないということになっておりますので定めていないということでございまして決してその切り捨てをするとかあのそういったような意図はございません先ほども申しましたけれども持続可能な構築プランではですね京都市全域を単純な縮小をさせるのではなくてそれぞれの地域特性を踏まえてですねそこを伸ばしていくと。 その中でどういうふうに持続をさせていくかという観点で作ってございますので決してそういうような方向に進むものではないということを明言をしておきます日<口>あの今言われたように国のもう仕組みそのものが居住誘導区域はあの市街化調整区域は,そこ,はそこを含めないんだという仕組みを作ったわけですよ。でそこに京都市が もう乗っかっっっかてていってしまっているじゃあこの先も同じようにもう国が敷いたレールの上をねもう走るしかないんだという話になっていかざるを得ないこのことをね私ね、えー、強く感じるんですねだからこの国が示す方向選択と集中の方向いくら今京都市が頑張るんだと言われていましたけどもそれが結局お金にがんじらがらめになって国の方向に乗っかっていく中で 結局は切り捨てがされていくまあこういうことに、えー、つながっていくまあこのことは本当にね懸念をせざるを得ないなというふうに、えー、感じます以上です、えー、質疑の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は13時00分といたします